グリーブスはイングランドロンドン出身の元同国代表サッカー選手。現役時代のポジションは FW。1960年代のイングランドを代表するストライカーの一人で6度のリーグの得点王を獲得している。1957年にチェルシー FC でフットボールリーグデビュー。1959年と1961年の2度得点王に輝いた。 1960から61シーズンの41得点は現在もクラブ記録として残っている。1960年には史上最年少の20歳290日でリーグ通算100得点を達成。チェルシーでは通算157試合で124得点を挙げた。1961年にセリー AA の AC ミランへ移籍する。14試合9得点を記録するが、 同年12月に、ビル・ニコルソン率いるトッテナム・ホットスパー FC へ、加入し母国へ復帰。遺跡後初出場のブラックプール FC 戦で、ハットトリックを達成した。10年間在籍し321試合で、クラブ記録の220得点を挙げ、1963年、1964年、1965年、1969年の4度、得点王に輝いた。 1962年と1967年に FA カップ、1963年に UEFA カップウィナーズカップで優勝した。1970年にウエストハムユナイテッド FC に移籍。38試合で13得点を挙げ、1971年に31歳で現役を引退した。リーグでは通算516試合に出場し、 イングランド一部リーグ史上最多の357得点を挙げた。得点王6度も歴代最多記録。また、2017年にリオネル・メッシ、クリスティアーノ・ロナウドに抜かれるまで欧州古代リーグ歴代最多得点者だった。1959年5月17日のペリューとの親善試合でイングランド代表デビューするとともに代表初ゴールを挙げる。 1963年11月20日の北アイルランド戦と1966年6月29日のノルウェー戦では1試合4得点を記録している。1962年 W 杯チリ大会では一時リーグ2試合目のアルゼンチン戦で W 杯初ゴール。イングランドは決勝トーナメントに進出するが準々決勝でブラジルに敗退。 地元開催となった1966年 W 杯イ,イングランド大会では、ロジャー・ハントの活躍で1次リーグを1位で突破。グリーブス自身は1次リーグ3試合目のフランス戦で足を痛めたため、決勝トーナメントには出場しなかったが、チームはアルゼンチン、ポルトガルを破り、決勝に進出。西ドイツを延長で破り初優勝を飾った。 W 杯通算成績は7試合に出場し得点。1967年5月27日のオーストリアとの親善試合が代表最後の試合となった。代表通算57試合で44得点を記録。ウェイン・ルーニー、ボビー・チャールトン、ゲイリー・リネカーに次ぐ歴代4位。代表でのハットトリック6回は最多記録である。 近年のグリーブスズマイリーンとの間に4人の子供を設けている。ストライカーとして多大な功績を収めた一方で、アルコールやそれに関連する病気とも戦ってきた。1965年には肝炎により3ヶ月間ピッチを離れ、現役引退後にはアルコール依存症に悩まされる。2012年に2度の脳卒中を発症し、治療を受けたが、いずれも 軽度のものであった。トッテナム電動入りの式典を控えた2015年5月、より重度の脳卒中に倒れ入院。以後は車椅子生活となった。2020年4月7日にも体調不良により緊急入院したが、1週間後に退院した。しかし1年後の2021年9月19日に死去が伝えられている。81歳没。 ありがとうございます。